はい、どうもこんにちは、リゼルです。今回は、フレディとの解説動画を上げていきたいと思います。結構要望があって、まあ、チェイスの解説を主に、まあ、してほしいっていうことだったんで、まあ、今回やっていこうと思います。で、今回の、キラーさんはランク1の方で、まあ、立ち回りがかなり上手だったので、まあ、そこも結構キラー目線でも参考になるんじゃないかなと思って、あ、まあじゃあどうせなら動画撮るかということでね、やっていこうと思います。はい、でマップもサバケーションピットで、結構立ち回りゲーなマップを、まあ、引いて、サバケーションピットっていうのはそのアザロフの休憩所とかと似てて、まあ、縦長のマップなんですけど、まあ、発電機が固まりやすいマップなんで、発電機をつける順番であったりとか、まあ、その発電機をつけるためにどこでチェイスするのかっていうのも、まあ、しっかり押さえていきたいと思います。じゃあ早速解説の方していきたいと思います。で、この、解説をね、やる上でちょいちょい止めたりするんですけど、最後ね、解説が終わった後に、まあ、ノーカットの、動画を貼り付けておくので、まあ、そちらと一緒にね、見てもらえると分かりやすいかなっていうふうに思います。じゃあ、まず、チェス入ります。で、まずここで、見なきゃいけないのは、どういうキラーかっていうのをまず見ましょう。まあ、タイプですね。これね、突っ込んでこないかなと思ったんですけど、まあこれ突っ込んできましたね。はい。なんでこの時に僕が考えてるのは、あ、このキラーさんは結構突っ込んでくるかなっていう、その突っ込むタイプっていうのを頭に入れています。で、サファケーションピットは先ほども言ったんですけど、真ん中が強い。真ん中が強いマップなんですよ。で、強い、なんで強いかっていうのはまず2つ理由があって、まず1つはチェイスポジションが多い。まあ窓枠の連鎖だったりとか、そのジャングルジムから、窓に派生する、まあ、その派生が結構しやすいマップになってて、でもう一つ強いところは、先ほどね、一番最初に冒頭で言った通り、サバケーションピットって縦長のマップで、まあ、固有側と小屋側で、固まるんですよ。だから発電機を固めないために真ん中でチェイスすることによって、そこでダウンしたとしても釣り場所を片方に限定できるっていうことができるんですよね。で、真ん中でチェイスしてるときは、固有側と、小屋側、両方ね、発電機触ることができるので、まあ、後半のことを考えれば、まあ、発電機は固まらないという感じになってくるので、真ん中の初手チェイスはかなりサバ有利になります。はい、じゃあまずこの窓枠を飛んで、こちら側の窓枠に行きます。で、ちゃんと来てるのを確認して、ここも飛んでいきます。で、次、ジャングルが派生であるので、これは窓枠を距離があるので飛んでいきます。で、ここポイントなんですけど、ここね、角待ちしてるんですけど、ここね、キラーがちゃんと自分の方に来るのかっていうのをギリギリまで見ます。はい、来ますね。はい、来て、これは飛んでいきます。で、ジャングルのこの板に戻ってもいいんですけど、まあ、このジャングルの板は強いので、で、まだ5台で始まったばかりなので、これは温存しようという意味で、前の窓枠の方を飛んでいきます。はい、で、ここもすごい重要なんですけど、今ね、スネアを今窓枠の前に置きましたよね。はい、で、スネアを踏むと足が遅くなる鈍足効果というものがつくので、まあ、気をつけましょうっていうのと、もう一つこれポイントがあって、まあ、ここ2窓なんですけど、ここの隙間からキラーを視認できますよね。今はこう見えてないじゃないですか。ってことは、この右側、自分の後ろ側から来る可能性があるんですよ。でも、そこをステインだけ出して、こう、戻ってくる可能性があるので、内側、外側に行くふりをして内側に戻るっていう可能性もあるので、しっかりこの窓の隙間から見ましょう。で、これ来てないのをしっかり確認します。ここをもう一回ちょっと見ていきましょう。ここね、ポイントなんですけど、ちょっと歩きを僕入れてるんですよね。もう一回ちょっと確認してみましょう。はい、これ飛んだ後によく注目してください。ちょっと歩き入れてるよね。この歩きを入れることで、あっこまで時間が経っても来ないなということで、二窓の頂点、T の字の頂点の方に行きます。その時に、ステインがこちら側から出ているので、しっかり頂点に見ます。で、その時にフレディがこう来てるので、で、距離が離れてるじゃないですか。なんで、反対側の窓を飛びます。はい。で、次、板ポジに入って、ここで待ちます。で、ここで待つことによって、何がいいかというと、こっち側の隙間、ちょっと開けてるの見えますかね。このカメラ視点を覚えてほしいんですけど、
こっち側にステインが出たらこっちから来る、もしくはバックステイン、バックステインをしてくる場合でも距離が空いているのでこちら側に来ても対応ができる、前の窓を飛ぶか、前の板を倒すというこの2択になるので、まあ、対応ができますよね。でもし板側から来た場合は窓枠が反対側に空いているので窓枠を飛ぶことはできます。なんでマチポチはここで OK です。はい、これ待っててフレディがこちら側に来たので、まあ、さっき言った窓を飛ぶか板を倒すかという2択になります。でこれは距離が空いているので窓枠を飛びます。でこれ、外側から板じゃない方向から来たんですけど、これ振っても間に合わないのでこれは飛んで大丈夫です。でこれフレディさんね、届かないの分かってて振ってないですね。でこれめちゃくちゃいいポイントだと思います。もしこれが振ってたとしたらもっと距離が離れるので、まあ、違う強いポジションに行ったりもできるので、これ振らないのはすごいいい選択だと思います。でここポイントなんですけど、窓を乗り越えてくるじゃないですか。で窓を乗り越えてきてこれ内側に行ってるんですよ。でこれは板がこっちにあるっていうことはさっき確認できてますよね。でこれ次は3択なんですけど、まず1択目板に行くっていう1択ね。で2択目が、窓の方に行く、ジャングルの窓に行く。ただこれは、距離感的にやられちまうので絶対にやめましょう。で3択目なんですけど、3択目は2窓の、外周を回って内側に行くっていう方法があるんですが、2窓は基本的に L 型の方は弱いんですよね。 T の字の方はまだ読み合いが結構できるのでまだ強いんですけど、 L の字の方は距離も短くてキラノが足が速いので、これは板に行く方がいいと思います。まあ、一番安牌かな。はい、でこれ板行きます。でここでしっかり待ちましょう。はい、ここで板を倒すっていうのもありなんですが、それは突っ込んできた時だけにしましょう。内側から来た場合、今内側にフレディが来てますよね。内側から来た場合は板を倒して、板倒した後はちょっと動き出しが遅い、ちょっと硬直があるので、その硬直の時にやられてしまう可能性があるので、まあ、ここは板を倒さずに、まあ、我慢っていうのを結構ね覚えるといいと思います。まあ、カメラを今みたいな感じで、まあ、後ろを向いてる感じにすると、まあ、対応はできるかなっていうふうに思います。はい、じゃあ次見ていきましょう。はい、内側に来てステインだけ出して板側に来てるの分かりますよね。でマッチポジはさっきと変わりません。これはさっき一個前に説明した時と変わりません。でステインが今一瞬見えたかな。今一瞬ステイン見えたよね。で今一瞬ステインが見えたんで、まあ、ここは飛んでここ窓枠に次行きます。もう3回飛んでひじきが生えたんでこっち側行きます。でここはちゃんと焦点で見ましょう。でここの窓から来てるのも見えるし、外側から来てるのも見えるし、まあ、内側から来てるのも見えるっていうこの3点をね覚えましょう。でこれ来てないのでセルキアします。はい、次のチェイスなんですが、次のチェイスは、フレディがガラクタイジリを持ってて7割、発電機は 70% いったのでガラクタイジリでフレディが来たシーンですね。でこれはスネアを踏んで通知を生かしてこっち側にいるよっていうのをアピールしています。はい、じゃあチェイス開始です。で次ジャングルジムなんですけど、ジャングルはここ張り付きで待ちましょう。張り付きで待ちましょう。張り付くことによって、ステインだけ小屋の中に出して外側に行くっていうフェイントも引っかからないし、ちゃんと中に入ってきてから見てから飛んでも間に合うので、この貼り付きは覚えましょう。貼り付きは強いですね。貼り付きは強いと思います。ただここ注意点なんですけど、これは徒歩キラーの話であって、まあ、ブライトの突進してる時とか、ハントレスが斧構えてきた時や、デスリンガーが相手の場合は、まあ、垂直で飛ぶの方がおすすめします。垂直で飛んだ方がおすすめします。理由なんですけど、二段モーションで飛ぶことによって当たり判定が通常よりも広くなります。まあ、つまり垂直飛びの方が、まあ、当たり判定が狭いということになります。なのでそういう、チェイス動きが速いキラーであったりとか、その飛ぶのを見てから打てるデススリンガーという場合は最速飛びで早めにこう乗り越えて次のポジションに行く、もしくはそこで読み合うっていうのをおすすめします。これは飛ぶ。で、これなんでこれガラクタイジーでも対応できたかっていうと、窓に張り付くことによって、まあその音をある程度聞いて、まあ、飛んだりもしてるんですけど、さっきも言った通り内側に入ってからでも間に合うので、この二段モーションを活用しましょう。
はい、でマッチポジ次ね、ここでしっかり見てまた飛ぶと。で次飛んだ理由、今飛んだ理由なんですけど、さっきはステイン隠しを、まあステイン隠しといってもまああれガラス体重があったんだけど、まあさっきはそう外に行くふりをして内側に来たじゃないですか。で次の僕の読みは外に行くふりをしてそのまま内側に来るではなくて、そのまま内側に突っ込んでくるっていう読みだったので今のは飛びました。で距離感的にすぐ飛ぶことによって次の窓枠飛ぶところまで間に合うので、今のは垂直で飛んだって感じですね。ちょっと難しいかもしれない。はい、で次のポイントなんですけど、ここねすごい重要で、さっきね一番最初に突っ込んでくるキラーっていう風なの覚えてますかね。一番最初の固有側のイタグルでこのキラーは突っ込んでくるなっていうのを頭に自分は入れてたんですが、立ち回りがねすごい上手だったんですよ。これは後編の動画、普通にノーカットの動画を見てもらったらわかるんですが、ちゃんとね相手を選んでるというよりも、というかなんて言うんだろうな、まあ、その自分的にチェイスが合わないサバイバーであったりとか、まあ、そのチェイス負けしそうな相手は最後に残すっていうのを結構してたんですよ。例えば一番最初の、チェイスで、ジャングルでチェイスした後に窓に行った時にチェイスやめましたよね。そんな感じで、まあ、追い切らないっていう頭を持ってる、プラスガラクタイジリをちゃんと使えてる、パークガラクタイジリを使えて、まあ、発電機の邪魔ができてる、でちゃんと釣り数を集めてるの今分かりますかね。僕がゼロ釣りで一番下のシェリルがゼロ釣りで、ドワイト、今負傷してるドワイトが2釣り目で、もう1人のドワイトが1釣り目なんですよ。で釣り分散があんまりできてないですよね、サバイバー側が。だからこれは釣り数を1人集中させて早めに1人落とす、しかもサファケーションピットだから固めたい発電機をちゃんと固めれてる、今でいう小屋側に今3台固まってるんですけど、まあ、ちゃんと小屋だから追ってるって感じなんですよ。これ今わかりますかね、固有側の発電機はもう捨ててて、サバケーションピットは固まるから小屋側に3台固めるから、小屋チェイスしてくれるんだったらこれ読み合うよっていう感じで、小屋はちゃんと追ってくる、固有は追わない、それ以外も追わないっていうのをちゃんとしてるので、立ち回りがうまいキラーなんですよ。要はで立ち回りがうまいキラーってそれなりにキラー経験があって、まあ、さっきのジャングルのチェイスとかでも、ジャングルじゃねえ、小屋側のチェイスとかでも入らないふりをして入ってくるとか、そのまま次は突っ込んでくるとか、そういう読み合いを結構してくるので、僕の中では今突っ込めるところは突っ込むで、読み合いをするときは読み合いをするっていうのに分かれています。で、先ほど一番最初は固有側は突っ込んできた、これは今を、振り返れば、まあ、固有側で固めるつもりがないから板をどんどん使わせてもいいや、しかも切れたらラッキーと。でも小屋側はチェイスは慎重にする、読み合いは多めということで、小屋側に固めるのが確定したので、僕の頭の中で、あ、このフレディは小屋側に固めるフレディだなっていうので、はい、ある程度読み合いはしてくるのかなっていう頭です。はい、じゃあ次見ていきましょう。なんでそれを生かしてここは飛びません、はい、読み合いをしてくると思ったのでここは飛びません。で内側に来て窓を越えたのを確認してこちら側に行きます。でこれはまだ一番最初に見せてないんですけれど、読み合いをしてくるっていうことはちゃんと動きを見てるってことなんですよ、サバイバーの。なんでこれは窓枠飛ぶフェイントをしてます、はい、動きをちゃんと見てくるので殴ってくるかなと思ってこれやりました。でこれも一緒、張り付きで、ステインが外れてこっち側の角に行ったのが分かったので、これは距離を取ります。で次はまさかの外から内に飛ぶっていう、でこれは予測できない動きをいっぱいして、キラーが次どういう選択をするのかっていうのをいろいろごちゃごちゃにしてます。要はまっすぐしか行かないサバイバーであったりとか、板をすぐ倒すサバイバー、絶対に窓枠を飛ぶサバイバーっていうのはそのキラー目線分かりやすいんですよね、動きが読みやすいんですよ次の。そういうことから動きをごちゃごちゃにすることで、キラー目線どんな動きをこのサバイバーしてくるかわからないっていうのをしっかり頭に植え付けておきましょう。そうすることでチェイス勝ちが結構増えると思います。で小屋側で固めようと思ってたフレディなんですけど、まあ、チェイスを素直にやめましたね。多分他の小屋側の発電機を回される可能性が
あのチェイスが続くとあるので、やめるというこの判断もすごいいいと思います。はい、じゃあ続いての、チェイスなんですが、こちらの方も解説していきたいと思います。はい、次はこのジャングルなんですけど、距離がね、まあ、ちょっと開いてるの分かりますかね。距離がちょっと開いてるんですよ。でこれは距離が開いてるので、これは窓枠を飛んでいきます。そして目の前に2窓があるので、この2窓を飛びましょう。はい、で待つときはしっかり頂点、頂点で待って来てるのを確認します。この距離感を見てほしいんですけど、ここの距離ってちょっと離れてますよね。だからキラーは2択あるんですよ。僕が今から窓を飛ぶ、窓を飛ぶと、外周に来るじゃないですか。で窓を飛ばないと内側に来るっていう選択が2択あるんですよ。で先ほど僕は窓を飛んだんですよね。窓を先ほど飛びました。なんで次は飛びません。飛ばないことでキラー目線はさっきこの距離感、先ほどと同じぐらいの距離感なんで、さっきこの距離でこの人は窓を飛んだから、次も窓飛んでくるんじゃないかなっていう僕のキラーの読みなんで、これはあえて飛びません。はい、これは前だけ向くのがすごい大事で、前だけ向いて飛びません。だからこれ読み合って、これ外側に来てるよ。でこれなんで前だけ向いてるかっていうと、あの前だけ向くことによってキラー目線は窓飛ぶって思うんですよ。あの結構焦ってるのを演出してて、前しか向いてない人って焦ってるイメージがありませんか、皆さんの中で。僕はキラーやってる時は結構あるんですよ。でこのキラーさん上手いので、ちゃんとこの目線を見てるって思ってるんですよ僕はね。このサバイバーの頭の動き、後ろをよく見る人、前しか見てない人、後ろをちょいちょい見る人っていうのは、上手いキラーさんはよく目線誘導って言うんですけど、それをよくね、あの目線を見てるので、それを僕は誘導したって感じですね。それを使って前しか向かないで焦った風にして窓を実際に飛ばないっていう、これはジャングルの窓を飛ぶフェイントとか、まあ、2窓を飛ぶフェイント、板を越えるフェイントとかでもいろんな使い方があるので、目線をかなり大事にしましょう。これは上手いキラーほど刺さります。距離が空いたんで窓を次飛びます。でこれはね、ちょっと僕が甘えたかなって感じなんですよね。これの悪いところを解説していきたいと思います。今の2窓はすごい悪い例で、これは真似しないでください。はい、例えばここで飛んだじゃないですか。だったらこれは T 字の頂点に行くべきなんですよね。頂点に行って右左どちらかが来るかっていうのをしっかり確認して、窓枠を、目の前の窓枠が飛ぶかジャングルに戻るっていう選択で、これは絶対大丈夫だったんですけど、これはかなり甘えました。ここは僕の悪いところで、あ、この人は突っ込んで次、あのさっき飛ぶフェイント引っかかったから次突っ込んでくるべと思ってこれ飛んでるんで、これ悪いところない。これは真似しないでください。これは読み勝てる可能性をかなり低くしているので、これはダメな例ですね。でこれでまたフレディさんが竹を変えたので最後のチェイスいきます。はい、最後のチェイス場所に来ました。次は岩グルですね。次は岩グルのチェイスをやっていきたいと思います。まずここでバレて、ここ倒さない。ここのポイントなんですけど、こっち側にステインが出たじゃないですか。こっち側にステインが来たから、これは反対側に行く。でステインを最後まで言いましょう。はい、ステインここ来てますよね。でここで板を倒してもいいんですけど、ここで板を倒すと反対側に回られて距離が縮まるっていう可能性があるので注意しましょう。はい、でこれ後ろ今下がっていったの分かるかな。フレディがこれ今後ろ下がっていったので、あ、これは突っ込んでこないなという感じで、ここは我慢して倒しません。で次反対側にステインが来ましたよね。でさっきの逆が、逆バージョンかな、こちら側に行きます。でさっきは突っ込んでこなかったじゃないですか。で僕は次突っ込んでくると思ってて、その理由はさっきと同じ動きフレディの人がしてるんですけど、さっきは突っ込まない、次も突っ込まないっていう読みで板を倒さない、サバイバーが板を倒さない読みで突っ込んでくると思ったんで、これはイタスさん狙います。はい、イタスさんね、今のは多分噛み合ったね。あのフレディもその
あの突っ込んでこない読みで倒さないと思って殴りに来てたから。でこの窓は、あ、この板は一周くるっとフェイントを入れて飛びます。で次は飛びません。飛んで飛ばないね。飛んで飛ばない。はい、次も飛ばない。飛んで飛ばない、飛ばない。まあ、こういうことしておくと、もうね、フレディも分かんなくなってきてると思うんだよね。飛ぶ、飛ぶ、飛ぶ、飛ぶとか、飛ばない、飛ばない、飛ばないってやったらバレるんで、飛ぶ、飛ばない、飛ばない、飛ばないとか、いろいろ混ぜましょう。で、ここは一番、2番目に説明した、貼り付きですね。貼り付きでしっかりどっちから来るかを見ます。で、次は突っ込んでくる。突っ込んできたので飛びます。で、次も飛ばない。はい、飛ばない。これもちゃんと見ましょう。で、しっかり角で来てるのを確認して、まあもうこれはもう僕一人しかいないので、板使いたい放題なんで板使います。で、次2窓ですね。2窓は L 字の頂点にしっかり行って、キラーがどちらから来るかを見ましょう。で、キラーが素直に来てるので、ジャングルの方に派生します。はい。で、こちら側にステインが見えてて、今フレディがこっちにいるな。でもこれ後ろ向いてるの分かるかな？なんかステインの出方がおかしくない？これ見たら分かるかな？あの木箱の方にステインが向いてるってことは、フレディがまっすぐ見てるんで、これバックステインの準備してるかなって僕思ったんですよ。仮にこれフレディがまっすぐ来てたら、これ内側にステインが出るんですけど、横に出てますよね。ってことはフレディが後ろ向きになってるっていうことなんで、これバックステインで板側に来るのも予測してます。はい、板側来たね。でちゃんと歩きを入れて、ステインがこれ若干見えるかな、若干薄いステインが板側に出てますよね。でこれはもう来る読みでまっすぐ走ります。はい、で飛びます。これ陶器ならもうちょっと遅くても多分大丈夫なんですけど、ちょっと早めに動いてます、これはいつもより。はい、で次こちらの2窓に行く。で頂点でちゃんと行きます。頂点で見て、これはさっきと一緒だね。でこれは外から打ち、これはまだ1回もやったことないんで、フレディに、このフレディにはまだ1回もやってないんで、これはちょっと刺さったかなって感じで、これ同じ距離感でこれは次飛んだんですが、これは間に合わずに切られていくと。でこれ起こしたんですけど、起こした人を狙いに行って、まあ、僕はやっぱり最後ということで、これで、ラストチェイスかな。でこの最後ね、フレディの人の追い方めちゃくちゃうまかったんですよね。なんで結構参考にしてもらえたらと思います。はい、この飛び方はわかるかな。今フレディが素直にまっすぐ来たじゃないですか。でこの飛び方なんですけど、これはもう一回見てもらいましょうか。これは、視点めっちゃぐるってしてるの分かるかな。ここスローでちょっと流しておきますね。ちょっと分かりづらいんで。はい。まあ、これも、目線を使った動きですね。前に行くのか、後ろに行くのか、二択。これめちゃくちゃうまかったな、フレディが。これやられちゃった。これめちゃくちゃうまくて、何がうまいかっていうと、まずここにスネア置いたじゃないですか。で、これ、スネアを踏ませたいんで、スネア踏んだ瞬間に、外側に回って足が遅いところを殴ろうとしてるんですが、これは我慢してスネアを踏まないところまで良かったんですけど、次ね、突っ込んでくると思って、僕倒したんですよ。だからこれ突っ込んでこなくて、で、これを飛ぶ読みさせたんですよね。これ飛ぶよ飛ぶよってやって我慢したんだけど、突っ込んできましたね。なんでこれ負けです。で、これ多分突っ込んできた理由は、あとあとちょっといろいろ考えたんですけど、動画見ながら。これね、スネア踏んでるから、まあ板乗り越えられても距離そんなに離れないだろうっていうことで多分突っ込んできたんですよね。どっち側に行っても負けだったかなって今思えば思います。なんでこれはスネア踏ませたフレディがうまかったかなっていうふうに思います。はい。てな感じで、今回の、解説の方は終わるんですが、まあ、これが好評だったらね、まあ今後もこういうふうな感じで、まあちょっと詳しく解説っていう風な感じで出していきたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。で、この動画の後に1本丸々、カットなしの動画を付け足しておくので、そちら側もよかったら見てください。はい、ということで本日の動画はこちらで終わります。バイバイ。